皆さんこんばんは。川崎 FM 夜10時を回りまして、自然環境教育番組 To the Nature 始まりました。この番組は自然や環境テーマに放送しております。ナビゲーターは環境教育インストラクターの舞春里です。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて今日は IPCC についてお話ししたいと思います。 IPCC 何でしょう。アルファベットで IPCC と書きます。スポーツドリンクでしょうか。違いますよ。 IPCC は今世界的に問題となっていることに関係しています。今世界的に異常気象ですとかね、気候変動ということが話題になっていますよね。皆さんもニュースで耳にしたことがあると思います。世界的に気温の上昇が見られていますね。国によっては干ばつが続いたり、あるいは大雨が増えたり、氷河や永久凍土が溶ける現象もニュースになっていますよね。日本でも猛暑日とかも増えてますよね。熱中症の増加ですとか、洪水とか土砂崩れとか、よく各地でのね災害がニュースになっています。そこで、今日は気候変動に関するお話なんですけれども、 IPCC とはインターガバメンタルパネルオンクライメートチェンジの略でして、日本語にしますと国連気候変動に関する政府間パネルというふうに訳されます。何かと申しますと、ざっくり言うとですね、 IPCC は気候変動に関する報告書を定期的に公開している機関なんです。世界中でもう気候変動が観測されてますよね。これは世界共通の話題であって、各国で対策を考えて、それだけじゃなくて国を超えてもね対策を考えていかなければなりません。そこで今地球上の気候変動について現状どのようなことが起こっているのか、そして私たちの生活にどのような影響を及ぼしているのか、それから今後の予想はどうなっていくのか、そして対策はどう考えていくのか、そういうことをまとめて報告書にしています。気候変動に関する政府間パネルというふうにありますけれども、この報告書は政治家だけではなくて科学者が参加しているんですね。科学的な根拠を示すために科学者が参加しているんです。どのような報告書を作るのかを政治家が決めて、そして科学者がたくさんの論文を調べて評価してまとめて、その結果に基づいて政治家が政策を決定しています。そういう流れになっているんですね。具体的には例えば、今回は66カ国200人以上の科学者などが世界中の気候変動に関する論文1万4000本余りの論文を引用して評価して、そして3回にわたる査読を通じまして、そうしますとね、世界各国から質問などが集まりますよね。今回7万8000余りのコメントが集まったそうなんですけれども、そのコメントに全て対応お答えしているそうです。そしてその結果は全て公開しているそうです。信頼性が非常に高い報告書なんですね。一般に地球が温暖化していますっていうふうにね言われてますけれども、国によって起こっている気候現象が様々なんですよね。ですから本当に地球は温暖化しているのか、科学的根拠を示すのがとても難しいそうなんですけれども、そこをですね、あらゆる観点から評価してまとめるわけなんです。科学者と政治家が協力して報告書を作っています。でもね、政治家の政策に偏ることなく、中立を保っているんです。それでは IPCC の設立、これは1988年です。もう30年以上前なんですね。そして2つの組織が立ち上げに関わりました。世界気象機関 WMO と国連環境計画 UNEP、 この2つの組織により設立されました。事務局はスイス・ジュネーブにあります。 IPCC の構想なんですけれども、作業部会があります。ワーキンググループがあるんですね。ワーキンググループ1、2、3、
3種類の、ワーキンググループがありまして、これは評価する内容について分かれています。そしてもう一つタスクフォースがあるんですね。まあ、ご紹介していきましょう。第一作業部会ワーキンググループ1は自然科学的根拠の評価を担当しています。で、第二作業部会ワーキンググループ2は気候変動の影響ですとか適用、そして脆弱性を評価しています。第三作業部会ワーキンググループ3は気候変動の緩和ですね、その方策の評価をしています。そしてもう一つタスクフォースというのは国家温室効果ガスインベントリーに関するタスクフォースということで TFI というふうに呼ばれていますね。この作業部会と TFI はそれぞれに事務局機能、技術支援ユニットを持っていまして、例えばワーキンググループ1は技術支援ユニットフランス、中国が担当しています。ワーキンググループ2はドイツ、南アフリカが担当しています。ワーキンググループ3はイギリス、インドが担当しています。そしてタスクフォース TFI はこちらはですね、技術支援ユニット日本が担当してるんですよね。この報告書なんですけども、現在第6次報告書 AR6 っていうふうに言うんですけどもね、今もう第6次の報告書なんですよね。そしてその報告書をですね、政策決定者向けに要約します。この政策決定者向けに要約したものを SPM というふうに言うんですけども、今回はこの SPM の中からね、皆さんにご紹介したいと思います。それではですね、 SPM の概要についてお話ししていきたいと思います。 ABCD とありますね。まず A からですね、気候の現状。 A1、 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、赤氷圏及び生物圏において広範囲かつ急速な変化が現れているってことなんですね。今回温暖化は人為的なものだと初めて断言されました。今までは可能性が高いというような表現だったんですけれども、今回もう疑う余地がない、非常に強い言葉で断言されました。 A の2、 気候システム全般にわたる最近の変化の規模と気候システムの側面の現在の状態は何世紀も何千年もの間前例のなかったものであるということなんですよね。はい、まあ、気候システムっていう言葉が出てきちゃったね、あ、分かんないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、気候システムっていうのは気候を決めている要因ですね。例えばもう大気の流れとか海洋とかね、陸面とか赤氷など、まあこれらを総称して気候システムというふうに言います。西暦1年からの世界平均気温の変化を見てみますと、この1850年から2020年にものすごく急速に温暖化してるんですよね。あの世界の平均気温が上昇しています。まあ、研究者の中には中世の時代に暖かい時期があったじゃないか、まあ、今もその時と同じではないかというね、いうふうな意見もあるそうなんですけれども、まあ、実はその中世の温暖期でも地球全体ではそんなに暖まってはいなかったそうなんですよね。ですので、この西暦1年からのその世界の平均気温のグラフをこうあるところから急激に上がっているので、このグラフの形がね、ホッケーのスティックに似ているということで、ホッケースティック曲線というふうに、呼ばれているそうなんですよね。日本だと、まあ、うなぎ登りとかね、言うのかもしれないんですけども、ホッケースティック曲線というふうに呼ぶそうです。そして A の3、人為起源の気候変動は世界中のすべての地域で、多くの気象及び気候の極端現象にすでに影響を及ぼしている。熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のような極端現象について観測された変化に関する証拠及び特にそれら変化を人間の影響によるとする原因特定に関する証拠は AR5 以降強化されているということなんです。熱波とかね、その日本も雨が降るんだけども、その雨の降り方がもう激しいですよね。それからまあ風にしてもものすごく強く吹いたりとかですね、台風も
大きくなったりとかね、まあ、こういう極端現象っていうのが、まあ、世界的にも観測されていて、あのそしてまあ人間の影響によるものではないかっていう証拠っていうのがだんだんこう色濃くなってきているってことなんですよね。そして、A の4、気候プロセス、気候的証拠及び放射強制力の増加に対する気候システムの応答に関する知識の向上により、 AR5 よりも狭い範囲で3度という平行気候感度の最良推定値が導き出されたということなんですが、放射強制力がプラスだと温暖化しやすいんですよね。例えば二酸化炭素が、まあ、放射強制力プラスで、マイナスのものは硫酸塩などのね、そういうエアロゾルみたいなのがあると、その太陽の日射を防いでしまってね、日傘効果っていうんですけれども、ちょっとその気温を、低くしてしまう、まあ、こういうものもあるそうなんですけどもね。平衡気候感度という、まあ、指標がありまして、その二酸化炭素が増えた時に地球は温まりやすいのかっていうふうな、まあ、指標で、二酸化炭素がね増えたとしても地球が温まらなければ、まあ、いくらねその対策をしても無駄じゃないかっていうような、ね、声もあるそうなんですよね。でそこで大気中の二酸化炭素濃度を倍にして、そして十分な時間が経った時に世界の平均気温の上昇を推測するっていう、まあそういうものなんだそうなんですけども、地球の温度がどのぐらい上がるのかっていうことですよね。で今までは割と 1.5 から 4.5 ってね、幅が広かったんですけれども、今回ね研究が進みまして、一気に温度が縮まって 2.5 から4度これですね、さあ 1.5 度の中に、まあ、縮まってきたっていうことなんですよね。でその最良推定値が3度ということになったっていうことなんですよね。気候感度低いというのはもうそれは、言えない、地球は温まりにくいのではないかということはもう言えませんよということなんです。はい、そして B、 将来あり得る気候ですね。 B の1、世界平均気温は本報告書で考慮した全ての排出シナリオにおいて少なくても今世紀半ばまでは上昇を続ける、向こう数十年の間に二酸化炭素およびその他の温室効果ガスの排出量が大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温暖化は 1.5 度および2度を超える。温室効果ガスの排出量としてね、これ、今後高い場合と低い場合と、まあ、5パターンぐらい考えられてるんですよね。その5パターンっていうのは二酸化炭素の排出係数を5パターンに分けて、予測をしているんですけども、まあ、5パターンっていうのは上から非常に高い、高い、中間、低い、非常に低い、まあ、この5パターンですね。で低いっていうのは、まあ気温の上昇2度をまあ目指した時、そして非常に低いっていうのは 1.5 度を目指した時なんですけども、全ての排出シナリオにおいてなので、もう非常に低くしたとしても、まあ、二酸化炭素排出量を非常に低くしても、まあ、今世紀半ばまでは気温の上昇はしてしまうということなんですよね。そしてまあここのこう数十年の間に、温室効果ガスも大幅に減少しない限り、21世紀中に、地球温暖化は 1.5 度および2度を超えていくだろうということなんですよね。だからもう本当に非常に強い温室効果ガス削減が必要なんだよということなんですけれども、 B の2、気候システムの多くの変化は地球温暖化の進行に直接関係して拡大する。この気候システムの変化には極端な高温、海洋熱波、大雨、いくつかの地域における農業および生態学的干ばつの頻度と強度、強い熱帯低気圧の割合、並びに北極域の海氷、積雪および永久凍土の減少を含むというふうにあります。例えば台風とかですね、これはまあ日本ですとその減るという、まあ研究が多いんですって。でも
減るんだけど強いのが来るっていう風なことが言われていますね。日本に接近した時に発達した状態で近づいてきますよっていうことがね言われてるみたいなんですよね。気温がね高い日っていうのが多くなってくるっていうことですよね。例えばまあ50年に一度の暑い日っていうのがですね、現在産業革命前に比べて現在 4.8 倍に増えてるそうなんですって。これがね、まあ、もっと増えていくのかもしれないですよね。まあ、温暖化が、ね、なければ、まあ、こういうような、ね、高温の日もないっていう、まあ、ことなんでしょうけれども、まあ、こういうことがね言われています。 B の3、継続する地球温暖化は世界全体の水循環をその変動性、世界的なモンスーンに伴う降水量、降水及び乾燥現象の厳しさを含めさらに強めると予測される。水循環っていうのはその海の水が蒸発して雲になって雨が降ってで、まあ、川に流れてというこの循環なんですけどもね、日本は海の影響をすごく受けますので、こう海からのたくさんこう水蒸気が上がってくると、それが、まあ、雨がね、また大雨が、降水量が、まあ、増えるっていうことが予測されますよね。で、まあ、乾燥している地域には、まあ、さらに乾燥してくるっていうようなねことなんですね。そして B の4、二酸化炭素排出が増加するシナリオにおいては、海洋と陸域の炭素吸収源が大気中の二酸化炭素蓄積を減速させる効果は少なくなると予測される。まあ、これがあの二酸化炭素の量が増えてくると、今あの二酸化炭素はどこが吸収しているかというと、海ですとか陸地部分がまあ半分ぐらいの吸収してくれてるみたいなんですけれども、あまりにも増えちゃうと、もうそういうね海とか山とかね森とかが二酸化炭素を吸収してくれる効果が小さくなって、まあより大気中に二酸化炭素が残りますよということなんですよね。それから B の5、過去および将来の温室効果ガスの排出に起因する多くの変化、特に海洋、氷床および、世界海面水位における変化は100年から1000年の時間スケールで不可逆的であるということなんですよね。不可逆的、あの海面の水位っていうのはまだね上がり始めたばっかりみたいなんですよね。でもこの100年から1000年の時間スケールで不可逆的ってことは元に戻らないよということですよね。そして C、 リスク評価と地域適応のための気候情報。 C の1、自然起源の駆動要因と内部変動は特に地域規模で短期的には人為的な変化を変調するが、100年単位の地球温暖化にはほとんど影響しない。起こりうる変化すべてに対して計画を立てる際にはこれらの変調も考慮することが重要である。地球を温めるには人為的な要因の他に自然の要因っていうのもあるんですよね。自然の要因っていうのは、例えばあの太陽活動ですよね。それから地球の公転とか、地球の公転、そして火山の噴火ですね。でいろんなこうエアロゾルが飛んできたりとか、そういうものですよね。そういうあの自然のものも地球規模のね気候をこう変えますよっていうことなんですよね。で人為的なものっていうのは温室効果ガスとかね、森林の伐採とか大気汚染とか、まあ、そういうものが人為的なものですよね。それがまあ気候システムの外部強制力になるんですけれども、気候システムの内部からもありまして、これはねエルニーニョとかラニーニャ現象っていうね、こう、まあ、こういう定期的な変動っていうのもありますよね。自然起源のこういうものとか気候システム内部のものっていうのは、まあ、一時的に短期的には人為的な変化を変調するけれども、100年単位の地球温暖化にはほとんど影響しませんよということなんですけれども、まあ、こういうね自然なものとか内部変動も考慮するのが重要ですよっていうふうなことなんですよね。で C の2、より一層の地球温暖化に伴い全ての地域において気候的な影響駆動要因 CADs の同時多発的な変化がますます経験されるようになると予測される。 1.5 度の地球温暖化と比べて2度の場合にはいくつかの CIDs の変化がさらに広範囲に及ぶが、この変化は温暖化の程度が大きくなるとますます広範囲に及び、かつまたは顕著になるだろう
影響駆動要因っていうのは例えばもう雨とかね、そのなんかハザードに近いような意味らしいんですけども、同時多発的なっていうことはですね、まあだから高温と乾燥と強風がいっぺんには起こるとね、まあ森林火災があったりするわけですよね。こういう同時多発的な変化がますます経験されるようになると予測されるということで、またそれで温度がね高い方がよりひどくなるんじゃないかということなんですよね。そして C の3、氷床の崩壊、急激な海洋循環の変化、いくつかの複合的な極端現象、将来の温暖化として可能性が非常に高いと評価された範囲を大幅に超えるような温暖化など、可能性の低い結果も排除することはできず、リスク評価の一部である。温暖化が予測されたさらに大幅に超える温暖化なんてもっと恐ろしいですけれども、まあ、こういうような可能性の低いことも考慮してね、考えていきましょうということなんですよね。 D、 将来の気候変動の抑制。 D1、 自然科学的現地から人為的な地球温暖化を特定のレベルの制限にするには、 CO2 の累積排出量を制限し、少なくても CO2 正味ゼロ排出を達成し、他の温室効果ガスも大幅に削減する必要がある。メタン排出の大幅な迅速かつ持続的な削減は、エアロゾルによる汚染の減少に伴う温暖化効果を抑制し、大気質も改善するだろうということですね。もう本当に強く言ってますよね。二酸化炭素正味ゼロ排出を達成する必要がある。さらにその他の温室効果ガスも大幅に削減する必要がある。まあメタンはね、二酸化炭素よりもね、地球を温めちゃいますよという、まあ温室効果係数が高いですのでね、こちらも下げましょうということですよね。それから D の2、温室効果ガス排出量が少ないまたは非常に少ないシナリオは、温室効果ガス排出量が多いまたは非常に多いシナリオと比べて、温室効果ガスとエアロゾルの濃度および大気質に数年以内に識別可能な効果をもたらす。これらの対照的なシナリオ間の識別可能な際は、世界平均気温の変化傾向については約20年以内に、その他の多くの CIDs に関してはより長い期間の後に自然変動の幅を超え始めるだろう、確信度が高い。これがですね、まあ、このグラフを見ないとちょっと分かりにくいんですけれどもね、二酸化炭素の排出シナリオがまあ5パターンあるんですけれどもね、最初その3がないんだけれども、年数経つにつれ大きく変わってくるんですよね。だから将来ね、大きな差が出ないようにもう今から低めにね抑えておく必要があると思うんですよね。はい、ということでお正月明けにね、深刻な内容を放送いたしましたけれども、とても重要なことなのでね、話題にしました。ぜひね、皆さんも IPCC で検索して、まだ詳しくお勉強されたい方はインターネットの方で検索してみてくださいね。私もね、実感しているのは、南の島に行った時になんとなく以前より雲が多い、風が強い、こういうのがね、なんとなく実感はあるんですよね。で、現地の方に聞いても、ずっとね、ちょっとこういう天気が続いているんですよっていうふうに言われることが多くて、さらに国内外そうなんですよね。昔は移動する時に、まあ、飛行機使ってしまうんですけれども、飛行機で外を眺めていると、まあ、海を眺めながらずっと移動してたのが、最近は一面の雲なんですよね。で、私だから、まあ、二酸化炭素よりも地球温暖化しているのは水蒸気なんじゃないかなっていうふうに思って、で、まあ、水蒸気っていうのは確かに温室効果ガスの一つなんですよね。だけれども、その専門家のホームページを見た時に、水蒸気は人間の力ではどうにもならない、どうにもねコントロールできないって書いてあったんですよね。だから二酸化炭素を削減するんだっていうことで、確かにその水蒸気がまあ雲になったりすると目に見えますよね。風とかもまあ五感で分かります。この五感で分かると、あ、これはちょっとあれと思うんだけれども、二酸化炭素が増えてるんだけれども目に見えないからね、皆さんまた実感がそんなに湧かないのかもしれないんですけれども、確実にまあ気候ですとか異常気象でね現れてますので、もう本当に深刻な問題ですので、またねこちらの話題はこの番組でも取り上げていきたいと思います。はい、ということでね、お送りしてきました IPCC。 まあ地球ね温暖化っていうふうに言われてますけれども、
今日も外はすごく寒かったんですけれども、温暖化になるとこの寒さが和らいでラッキーではないんですよね。その海からどんどんこう水蒸気が蒸発してきますので、大雨が降ったり、それが気温が低いとこれが雪になるわけだから、豪雪とかね、気候が極端になっていって、地球がまあ温まっていくことによって、その気象がね激しくなってくるってことなんですよね。だから災害が増えてくるっていうことなんですよね。だからかなりも深刻だっていうことなんですよね。今回は IPCC 第6次評価報告書の中で第一作業部会報告書、自然科学的根拠の SPM からまあご紹介しましたけれども、またね、この報告書出たら皆さんにご紹介したいと思います。これはもう私たち一人一人もきちんと考えていきましょう。ということで、ご勝負です。来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。